日本は令和という新しい時代を迎えました。新たな時代の幕開けにトランプ大統領とメラニア夫人を初の国賓としてお迎えできること、大変嬉しく思います。何よりも重要な拉致問題の一日も早い解決に向け、トランプ大統領からも払える支援を惜しまないとの力強い支持をいただきました。日米で緊密に連携しながら、あらゆるチャンスを逃さず果断に行動してまいります。平和安全法制により、日米は互いに助け合うことのできる同盟となり、その絆は盤石なものとなりました。日米は真のグローバルパートナーとして、地域と国際社会の平和と繁栄を主導していきます。